竹内被災地大正5年9月24日は、明治時代の彫刻家。陽名は金五郎。号はゴ安政4年、江戸、浅草田町にある田町という長賃屋の五代目、竹内善次郎の子として生まれる。明治2年、初夏、廃人と多才だった父の計らいで、造下彫刻家、堀内隆仙の弟子となる。1年後、隆仙の死去に伴い、 当時出し人形家でもあった川、本州学に指示し、明治11年6月7日に川州の号をもらう。その頃、父が病気を患い、母と病弱な被災地の生活は貧しかったな、そ知人で、森下町の骨董や、雅楽堂主人は地獄雅楽の影響で骨董に目覚め、森下町に店を借り、彫刻家の傍ら道具屋を始める。明治13年翌年に開かれる。 内国官僚博覧会のため、み、古美術会が開催された。そこに出品された、奈良幸福寺の古仏像に感銘を受け、木彫彫刻に転校するきっかけとなる。そして、同じ頃、日本橋のせんべ兵や、虎屋から、木彫りの虎の制作以来という初めての大仕事が、舞い込む。店先に置かれたその虎は、大きな反響を生み、内山下町博物館の初代館長、 町田久成と婚姻になる。後に町田の名前から一時もらい、被災地に改名。それから彫刻家協議会が開かれるようになり、被災地も参加し、専門家の間で認められるまでになった。明治14年第二海内国官業博覧会に造下彫像を出品し、交渉受賞。その時、町田の紹介で彫刻家、加納哲也と出会う。 明治15年10月、被災地は前年に父を亡くしていたので、母を京都玩具研究者、清水政府に預け、加納と共に古美術研究のため、奈良に向かった。そこで、町田や加納等の人脈により、焦燥院などの宝物を模刻し、腕を磨いていく。そして、明治17年、奈良に古社寺調査に訪れた岡倉角造。 アーネスト・フェノ・ロサの道案内をすることとなり、運命の出会いを果たす。岡倉に協力して、明治22年に東京美術学校が開校すると、被災地は彫刻家の教師となり2年後に教授に任命される。そこでの仕事は、主に古彫刻の模国と修復であった。明治十三年、第三回内国官業博覧会に、神武天皇立像を出品して、妙義に当初を受け、 大変な評判になる。明治24年8月16日、教授に就任。その年の12月26日、17位に助せられる。教授就任後、多忙を極め、千葉、愛知、滋賀、京都、奈良、福岡等に出張を命ぜられ、古町国物の修繕や古美術研究に励んだ。その傍ら、一軒家を借りて、弟子の面倒を見るようになり、 そこを仏教用語の、工藤実情から実情者と名付けた。文下として、白湯山、沼田和正などがいる。明治26年のシカゴ万国博覧会に、儀芸天立像を出品。しかし、西洋における美術の概念と日本の美術作品が馴染めず、特に木彫りと木彫りは、工芸品扱いされ、正当な評価を受けることはなかった。博多東公園にある、 日蓮聖人銅像は、福岡県の日蓮州都の運動により発案され、明治25年、東京美術学校にひな型の制作依頼が来る。翌年の4月、被災地が50分の1の木彫りひな型の制作に着手し、8月にひな型の銅像が完成。明治27年2月、正式な契約が結ばれ、5月に木型の担当者に任命される。 木型の製作は、校内で、明治28年1月に開始され、基礎の山中から檜を取り寄せ、翌年の6月に完成した。明治31年、美術学校騒動が起こり、一時辞職、間もなく復職する。明治39年4月4日には、提出議議員に選ばれ、運転開設後は審査員を歴任。大正2年、正五位に助せられ、大正5年7月、 君四刀髄法書を授与された。脳神行性麻痺病を療養中、大正5年9月24日に死去。職人というよりは、好き者として知られ、山、東京殿の骨頭集の影響から、古物の研究をはじめ、松浦武四郎とは骨頭趣味を共有していた。高度特地と地口の研究会を開いたり、 淡島シ学や大月助伝などと交流することで、原禄文化についての知識を深める。ガング博士と呼ばれた、清水政府とは、畜馬の友であり、修古会などで活動を共にし、そこで、西沢千古、林若木とも知り合う。一方、岡倉角造、田中中学による知的影響は、制作するモチーフに大きく関わっている。死後、竹内家の母提寺である。 浅草松清市町新州親樹林山前勝寺に埋葬されるが前勝寺が廃寺になったため昭和3年津賀鴨にある北ッ州別院徳坂江山総持院本名寺に改装された。ありがとうございます。